次の人も行きましょうか。もしもし。<ー>お。ああすてそらちゃーん。スー,ーちゃーん。お誕生日おめでとう。ありがとうー。やった。待ちきれずに来ちゃった。早かったすごく。で <laughs>、うん、ねタイミングどうしようとか思ったけど来ちゃった。楽しみすぎて。<laughs> すごい勢いで入ってきたなと思った。うそわあ空っつってきた。<laughs> フォルカさっき<だ>さ。 うん。オフコラボやってんのに来れんのって思って。確かに。<laughs> いやでもね、ポルカはね来てくれるよ。スバルは知ってる。スターアニマルの絆を信じてコスラ。そうだよ、おるよって言われてる。<laughs> <laughs> ポルカー。リベルカポルカー。そうだからね何人かまだ配信してる子を呼んじゃってるから来れないな、ね、コメントがねいるんだよ。そうだからさっきとんとんたくも<ー>そうなんだと思うんだよね。まあだから、うん、あの土神屋だから無理だったなって。 ね言ってたから確かにそうそれでもみんな来てくれてんの優しいと思った確かにね<ー>いやめっちゃいいじゃんえていうかさなんかずっとさ思ってたんだけどさこのトークデッキさんのさ <laughs>、うん、このマイマイブーム誕生マイブームある誕生日なのですがさ <laughs> <laughs> 結構尖ってるなと思ってお誕生日おめでとうね本当に違う違う違う 僕は開業したつもりなんだけどあ、開業だったか開業が効いてなくて繋がっちゃったのなんかめっちゃ熱かと思った違う違うマイブームある誕生日なんでみたいな違う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 なんなのその質問の仕方誕生日なんだけどなんかあるみたいなちなみにスバルのおすすめのマイブームね今日普及したいマイブームいいなになえ、マジで映画 アがね良くて空映画とか見る私ね実はねそれみんなに聞かれるの、うん、スタッフさんとかにも何見るんですかとか言われるんだうんほとんど見ないっていう見ないのそうなのよだからうん映画おすすめとかあったら教えてほしいかもやっぱりそんな空にはマーベルを見るべきかと <laughs> みんな好きだねアイアンマンとかえマーベルえアクション映画とか好きアクション映画好きだよ普通に見たことがある全然 えもうねアイアンマンを見るべきあやっぱそうなんだなんかね、うん、めっちゃ面白いよとはねすごい言われるから気にはなってるんだよねえ面白いしないしかとっつきやすいよマジであそうなんだそうなんか見やすいすごく分かりやすくてうん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 なんかね<う>あのアクションもだしすごいさ、うん、予告編とかって さあそういうのを見,る見てあのどんな映画見てみようかなってね<う>たまに見たりするからそういうときにはね面白そうとは思う映像、えー、ちょっとなんでねちょっとスバルのねもうこのマイブームおすすめベストマイブームはですね映画鑑賞なんでぜひそらもねこの誕生日から見てみてください分かったでも今年はねいっぱいそういう映像も見ようとは思ってたからマ<ジ>見てみたいってもうってた本当にかええー、やったぜあんま見たことないことを見てやってみたいなと思って。 だからええー、やった嬉しいなんかあた新しい趣味というか映画鑑賞を入れてみようかなとええー、見て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 見る見る見るえー、じゃあおすすめのさそのさマーベルの作品さ他にもあったらさちょっと教えてよなんか見たいかもおすすめかでもやっぱりこのタイミングだとドクターストレンジなんじゃないですかね <laughs> <laughs> まあねドクターストレンジも面白そうだよね ドクターストレンジはやっぱりなんか魔法っぽいテーマがあるから<ー>そう普通のアクションだけじゃなくて魔法っぽいのもあるから結構ねそういうのが好きな人にも刺さると思うはさんファンタジーとか魔法とかめちゃくちゃ好きだからマジで<う>ドクターストレンジ刺さると思うなあじゃあちょっとそ,そっちから見てみようかなそしたらええ見てみて見てみてん嬉しい、えー ちょっとじゃと魔法とかに目がないんだよね魔法って言われるとあファンタジー見たいってなっちゃうからえ、ちなみにソラが今一番使いたい魔法何、えー、なんだろうでもやっぱり私はやっぱ名前がソラっていうだけあってあと、うん、飛行機とかが怖いのよあ,あ,あの事故事故えっってあのあの,あのだってさ事故とか起こったらさなんかめっちゃ怖いじゃんとか思っちゃうの<ー>確かに飛行機なんで飛んでるかあんまり分かってないらしいから <laughs> 飛行機も船も何もかも怖いって人だからちょっと空を飛びたいかなっていうああえ逆に魔法で飛ぶのはいいんだ魔法だったら自分の魔力が切れなければいつでも飛んでられそうじゃんあーなるほどえっ分かっよ MP 切れちゃうかもしんないじゃんでも自己責任じゃん <laughs> <laughs> 自分のこの体調管理のなさとかじゃんそれってなるほどなえじゃあ空とやってみたいこと決まったんですけど発表していいですかなんでしょう飛行機に乗るあ本当に マジで大丈夫だってトラ一緒にフライアウイしようえ今ガチのえマジでって声出ちゃったじゃんちょうどさポルカがスカイダイビングとかしたから一緒にフライアウェイしようよほんにスカイダイビングとか無理だと思んだけどえジェットコースターはできる大丈夫全然あじゃあジェットコースターから行くかバンジーも多分大丈夫バン 行けるの逆にバンジー行けれないんだけど。えだって命綱があるから。分かんないじゃん切れちゃうかもしれないじゃん。でも命綱は紐だから劣化してない限り切れないかなみたいな。飛行機のがまだいけるだろう。<laughs> 逆にすごいわそれ。なんかね基準がわからないって言われる。いやでもわかるなんかいやこれもねトークデッキ1の時の空の印象に繋がってくるんだけど空、うん、ちゃんなんか前から思い切りが異様にいい時あるなって思ってて。<laughs> なんかそんな感じ、なんかそういう飛行機ダメだけどバンジーはいけるみたいな。<laughs> なんかね、そういうい、めっちゃアイドルだけど、ホラーゲーめっちゃ得意みたいなね、<ー>イメージめっちゃあった。あああまあ、のホラーゲーは得得意意だよ、得意でしょ <laughs> まあでも、怖いものはもうあるけどね、苦手なものもあるけど、うん、まあでもファスモフォビアぐらいかも、ちょっと怖いって苦手なの。かファスモフォビア苦手なんだいやなんんだ 予想ができないからだと思う予測ができないじゃん、あれ急に来るから、えー、あー、びっくり系ねそう予想ができないびっくりにはすごい弱いからじゃあ、なんで逆にバンジー行けるんだよ <laughs> <laughs> バンジーは予想できるからかし、高さがそんな高くないからいやいや、そらお前、ええー、<laughs> そういうことその飛行機よりは低いってことか <laughs> 死ぬわ。ちょっと、ソヤちゃんもうこれスバルの時間ほぼなんかバンジーの話で終わっちゃったなんかすみません本当にお誕生日おめでとうございます。じゃ今の気持ちを一言言ってから帰ってください。はい。そら今年はよろしくないい一年にしてください。よろしくな。残念お邪魔しました。バイバイ。いや本当にバンジーの話で終わっちゃった。 そんなつもりじゃなかったんだけどねいやースバちゃんはねやっぱ話しやすいわなんか何でも乗ってくれるから嬉しくなっちゃうプリンでサルスこら